長岡市、長岡市は、新潟県の中部、中越地方に位置する市である。新潟県下、第2位の人口を要する市で、市高寺特例市。長岡地方中核都市圏を形成する、中越地方及び、長岡都市圏の中心都市である。都市圏人口としては、栃木県の小山市中核都市圏に次いで、全国39位に位置する。 元来の長岡市は内陸の都市であったが、平成の市町村大合併を経て、日本海に面する都市となっている。かつての越市や三島軍の大部分を占めるほか、貫原軍、魚沼軍、刈羽軍の一部にもまたがる地域を持つ。江戸時代には長岡藩の城下町として栄えた。戊辰戦争と第二次世界大戦、長岡空襲の2度にわたって、市の中心部は、 壊滅的被害を受けるが、共に、不当不屈の精神により復興を遂げ、現在に至る。それにちなみ、死の紋章は、不死鳥をイメージして、蝶の文字を図案化したものになっている。参考。花火の町でもあり、死の中心を流れる品濃川では、毎年8月1から3日に、長岡祭り、内大花火大会はに3日が開かれ、生産尺玉価がも上がる。 また2005年、平成17年の長岡祭りでは、市民などからの協賛金を募って、新潟県中越地震からの復興祈願花火、フェニックスを打ち上げ喝采を浴びた。このフェニックスは、同年10月23日の中越地震からの復興の集いや、年末年始のカウントダウンイベントでも打ち上げられ、長岡を象徴する花火になった。この花火は、 翌年以降の長岡祭りでも継続して打ち上げられている。上越新幹線で東京から約80分、関越自動車道で東京から約3時間の位置にあり、特に経済面において関東地方との結びつきが強い。南北に大河信濃川が縦断し、川の両岸に市街地が発展している。元来の長岡市は前日の通り内陸の都市であったが、 平成の市町村大合併以降、日本海に面する自治体となっている。世界的に見ても珍しいほどの豪雪地帯であり、1981年、昭和56年1月21日の212センチメートルなど、過去に記録的な豪雪を何度も経験している。近年は暖冬化により積雪は減少しており、2メートルを超える積雪は1986年、 昭和61年2月9日に記録された 206cm が最後であるが2012年平成24年2月10日には久々に 170cm の豪雪を記録した。市外には岩木が整備されているほか、市では無雪都市を宣言し、長岡駅前の大手通りには岩木を改造した大規模なアーケードが設置されている。また、道路には 地下水源を利用した小雪パイプが設置され、国道、県道、市道や公共施設の敷地内に至るまで広い範囲で山水小雪を行っている。なお、寺戸狩地域や和島地域は海岸部、または海岸に近いため比較的積雪が少ない。地理的に大部分が盆地で占められており、冬は寒く、夏は暑い傾向がある。 島の川流域には遮蔽物が少なく、夏頃は突風が吹くことがある。北から東回りに、このほか、佐渡市とは海を隔てて接しており、航路により結ばれている。2000年代に編入合併が行われた周辺市町村の区域は、合併前の市町村名を冠して、地域と呼称している、例、中野島地域、小市地域、寺泊地域など、同様に、 旧長岡地域も長岡地域と呼称しているが、特に品の川右岸側は川東地域、左岸側は川西地域と称している。2007年、平成19年4月1日に特例市に移行し、国や県からの権限移譲が行われた2015年に施工寺特例市となる。さらに、今後、周辺市町村との合併によって、 中核市への移行をも視野に入れていい。長岡市は2012年、平成24年12月現在、国内には姉妹友好都市として、名約締結のもと交流を実施している都市は存在しないものの、県内外の多くの都市と災害時の事務協力などに関する連携協定締結している。また2005年、平成17年以降に編入合併した10、地域では、 編入前の旧市町村時代に国内の市町村と姉妹友好都市を締結している例があるが、編入合併後には各地域の名約として引き続き存続している。2005年以降の編入10地域が海外の市町村と締結していた姉妹友好都市との関係は、編入合併後も長岡市が継承して交流事業が継続されている。 明治一新以前の長岡の歴史については、越後長岡藩を参照。長岡市に編入合併した旧市町村の歴史については、各旧市町村のページを参照。長岡市の中心市街地は、長岡駅周辺を中心に形成されており、特に同駅大手口側には、オフィスやホテル、総合スーパーなどが軒を連ねている。新潟県のほぼ中部に位置し、 周辺市町村を含めた、証券人口は、約65万人を有し、証券は、新潟市、三条市、柏崎市、東賀、町市などと一部重複している。長岡市の商業施設は、全国的に近年見られる傾向と同様、郊外型商業施設の進出が顕著な反面、中心市街地の空洞化が深刻となっている。 1988年のジャスコ長岡店、現、イオン長岡店の開店を皮切りに、郊外への店舗の出店が相次ぎ、現在は郊外に展開する大型ショッピングセンターや、ロードサイド型店舗には、市内や周辺市町村から連日多くの買い物客が訪れる。一方、長岡駅、大手口周辺の中心地では、2010年、平成22年4月25日に、 中越地方最後の百貨店であった大和長岡店が閉店するなど、かつて地区の各店舗としての役割を担っていた百貨店や総合スーパーなどの大型店などが次々と撤退し、加えて古店舗の閉店も相次ぎ空洞化が進んでいる。これは全国各地の地方都市でも同様に見られる傾向でもある。長岡市では近年、 中心市街地の活性化を目的として、郊外にあった市役所の駅前移転や駅前の利便性を高めようと、ペデストリアンデッキ、大手スカイデッキなどを設置したほか、大手通りに地下駐車場の建設、市営駐車場の設置のほか、市街地再開発など様々な施策を、現在も進めている。長岡市に本店、イン、支店を置く者、証券会社、 保険会社及び貸金業等を除く。書籍、雑誌といった出版物は中央での発売日より1日遅れて店頭に並ぶものが多いが、ものによっては発売日あるいは発売日前日に店頭に並ぶものもある。音楽 CD は通常、発売日前日には店頭に並ぶ。明治20年頃の石油採掘に伴い、機械産業が発達し、 現在も精密機械や工作機械を生産している企業が多い。鉄道と河川を備え、古くから交通の要衝であったことから、卸売業などの商業活動も得ている。また、米貨の生産などを主とする食品製造業も盛んである。天然ガスの産出量が日本一であり、古志地域を中心とした地域には、埋蔵量が日本屈指の南長岡ガス田がある。 明治20年代から大正期にかけては、東山地区で産出した石油の採取が盛んに行われ、長岡は日本有数のオイルタウンとして知られていた。長岡の石油産出は、危機の頃、奈良時代から記録があるが、本格的な生産は1882年、明治15年頃に、出雲崎町に世で、石油掘作が盛んになったことに触発されたのが始まりである。 1889年、明治22年に、北越石油会社、東山油田。1893年、明治26年に、宝田石油株式会社が、地元資本で設立され、中小の石油会社も300社以上相次いで、創業した。1908年、明治41年の宝田石油の納税額は、長岡市の資税収入の1割強に上った。 石油産業の流盛は各方面に波及し、機械工業、伝統、ガス産業、証券業、石油関連企業の設立の際に、株式発行による資金調達が行われたための発達につながった。地域内では、長岡、中野島、小志寺、三島、土地尾、与田、川口の計7地域で都市ガスの供給が行われている。 中野島を除く6地域では、北陸ガスが、中野島地域では、三つけ市ガス上下水道局が供給を行っている。北陸ガスの供給区域の内長岡を除く後、地域では、旧各市町による公営ガス事業が行われていた。これら編入地域の公営ガス事業は合併の際に、長岡市水道局の管轄下とした後、 川口を除く4地域は2009年10月1日付で、川口地域は2014年4月1日付で、北陸ガスへ上と継承された。長岡市の汚水処理人口普及率は96.4%、2012年平成24年度末現在である。普及率は、都市部等の下水道設備や農村部等の集落排水施設が整備された区域の人口と、 合併処理浄化層の利用者数に基づくもので、新潟県内の全30市町村では14番目と注意に位置する。また、下水道処理人口普及率は89.7%、同年度末現在で、新潟県内では共に99%以上を、有するや彦村と清浪町に次ぎ3番目に高い普及率を有している。この内下水道事業は、 市街地の浸水防止と生活衛生の向上を目的として1903年明治36年に整備計画が策定されたのが端緒で1924年大正13年1月上水道の整備と合わせて上下水道の整備に同時着手した。下水道事業は全国で7番目の整備着手、上下水道の同時整備着手は全国初であった。 事業は、第一期が1924年から1927年、昭和2年にかけ、長岡駅を中心とした川東地域の市街地238ヘクタールを対象に、第二期が1960年、昭和35年から1967年、昭和42年にかけ、第一期と合わせて、計336ヘクタールを対象に進められた。 第3期は、川西地域も対象として1971年、昭和46年から整備が開始され、後に編入し域となる各市町村でも相次いで下水道整備が進められた。なお合併前の旧市域にあたる長岡地域、川東、川西両地域の下水道普及率、総人口に対する下水道の利用可能人口の割合は96.1%。 水薦化率、下水道利用可能人口に対する下水道接続人口は 95.7%2003 年3月時点であった。国土交通省と新潟県、県内各市町村では、幹線道路沿線の景観工場やバリアフリー化を目的として、電線地中化、電線共同校の新設による無電中化に取り組んでおり、長岡市内では、 国土交通省が国道8号、長岡バイパス沿線の神田、殿方などで、県と長岡市が長岡駅周辺など、川東地域中心部のほか、郊外部では長岡ニュータウンの一部などで無電中華事業を実施している。長岡市内では2004年、平成16年の新潟県中越地震と、2007年、平成19年の新潟県中越沖地震で、 地中化の予定地域が被災し、また、季節歩道内への電線地中化が、水道管、下水道管といった、思少源の移設に時間がかかるなどしたため、無電中化率が、当初の目標値を一時下回った。電線類の地中化は、耐震性のある樹脂管等で保護したケーブルを、地中の共同口に埋設するもので、災害時には、電柱の倒壊による、 様々なリスクが回避できる反面、仮に共同校に被害が及んだ場合には、電力、通信などライフラインの復旧が大幅に遅延する可能性がある。なお、中越地震の際、市中化が行われていない地域では、電力の復旧に7から10日間を要した。長岡市では2010年、平成22年に長岡市バイオマスタウン構想を策定し、 廃棄物を活用したバイオマスの利活用に向けた取り組みを進めている。これに先立って、長岡市と市域内の主な企業は2008年、平成20年に越後長岡、バイオマス地域協議会を設立し、菜の花やエゴマなどの作物を活用した資源循環の実証実験を3カ年にわたって施した。またバイオマス構想策定後の2011年、 平成23年春には、長岡市環境衛生センターの敷地内において、生ゴミを発酵させて、バイオガスを採取し、それを動力源として発電などを行うプラント、バイガス発電センターの建設事業に着工し、2013年、平成25年春に竣工、試運転を経て、同年7月1日から、本格稼働を開始した。この発電センターの試運転開始に合わせ、 長岡市では、同年4月1日から、ゴミ、資源物の分別方法を9種類に細分化する措置を取り、市民への周知徹底を図っている。運動公園以外の公園を除く、市民の交通手段としては、自家用車が主であるが、越後交通を主体としたバス路線も、JR 長岡駅を中心として、広範囲に路線網を持つ。現在は、東日本旅客鉄道。 JR 東日本一社のみが運営しており、長岡駅をターミナルに上越新幹線と在来線4路線が走っている。区内駅は上越線の終点にあたるが、普通列車は全列車が長岡駅発着となっている。新越本線の新潟方面は日中はおおむね60分間隔で運行されている。また、市内北西部には越後線が南部には い山線が走っている。北陸新幹線と接続する特急、白雪が長岡駅に停車する。長岡駅は上越新幹線開業以降、関東地方から上越地方や富山県、石川県などの北陸方面へ向かうメインルートの乗り換え駅であり、来庁や輝きなど多数の特急列車が停車していた。その後北北線や北陸新幹線の開業で、 その機能の多くはそれらに移転した。かつては、旧国鉄が運営する、魚沼線が来郷寺駅から、小路屋市に伸びていた。さらに越後交通が運営する、私鉄路線が、長岡駅、西長岡駅を中心に2路線あったが、双方ともすでに廃線となっている。他にも、長岡ニュータウンの開発事業開始当初は、長岡駅など市内中心部とを結ぶモノレールの、 建設構想もあったが、導入タウンの開発停滞などもあって、実現に至らなかった。長岡市の路線バスは、現在、主に、越後交通とその子会社の南越後観光バスが、運行している。越後交通グループは1960年10月1日、中越地方の施設、バス3社が合併して発足したもので、市域内の一般乗り合いバス及び廃止代替バスの、 運行業務のほぼすべてを担っている。長岡駅の大手口、東口双方に設けられたバスターミナルを中心に、市内各地や近郊各市町村とを結ぶ路線網が発達している。長岡 JCT は北陸自動車道と関越自動車道の2路線が接続する要衝である。市域内の高速道路は全区間片側2車線。長岡市は国道8号と 国道17号の接点であるため、一般道の要衝でもある。市内を一般国道11路線が経由している。市内各地でバイパス道路網が整備されており、中心部では市街地を南北に縦貫する長岡東バイパス、東西に横断する長岡バイパスがある。いずれも一部連続立体交差方式。沿岸部の国道116号は、新潟と柏崎を結ぶ。 国道8号のバイパス的路線である。道路原表は大手通り交差点にある。このように長岡市は幹線道路をはじめとする広域道路交通の面においては充実しているものの、生活道路交通の面においては必ずしも十分に整備されているとは言えない。品濃川によって地域の東西が分断されている地理条件から 各橋梁部では交通渋滞が慢性化しており、これらは長岡市の拠点性向上を図る上で大きな課題となっている。また自転車歩行者道の整備の立ち遅れや、境愛道路の点在など、交設地という立地条件上の交通安全や、生活安全に関わる問題も数多く、残存している。県と長岡市では、地域の信濃川橋梁と幹線道路をはしに見立てた、 ラダ田型広域道路網の整備・強化を進めているほか、生活道路の通行環境改善などに取り組んでいる。なお、長岡市における国道、県道、市道を合わせた道路改良率は六十二点九パーセント、道路舗装率は六十四点七パーセント。二千六年四月一日。現在、長岡市資よりである。寺止港と佐渡島の赤止港とを結ぶ。両白 両止まり、両白航路があり、佐渡汽船が高速船、アイビスによる定期旅客航路を運行している。東京から佐渡ヶ島へ向かう場合、長岡駅両白航路経由が最短ルートとなる。NST2E 型総合テレビのマスター、主張性設備及びスタジオは、1968年の会社設立当初から1991年9月30日まで、当時の 長岡放送センターにあり、現在の NST 新潟総合テレビ、長岡支社、報道番組、ローカル番組、NST ですこんにちはなどを含むほとんどの番組制作を行っていたが、同年10月1日に、この放送センターとしての機能は、本社、新潟市、当時は、上所島にあったに、移転統合された。アニメーション、楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。